え？これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の？ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、またハルトのこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。ハルト君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。ちょっとやばいって。うん、嘘、嫌だ、そんな。うわあ、おい、大丈夫か。何があった？おい、動けるか？俺は大丈夫だから。彼女ん？彼女？私もなんとか大丈夫。どうなってる？あれ？なんで私がそこに？なんだこれ？目の前に俺がいる？どうなってるの？俺夢でも見てんのか？何が起きてる？お嬢様！お嬢様！つまり階段から転げ落ちたショックでお前らは人格が入れ替わったと。多分そうみたいなんです。俺らだってわけわかんねえんだよ。お前が和夫で、そっちの男の中身が今は和美か。名前まで紛らわしいな。そんなバカなことがありえない。落ち着きなさい村中。不良が気安く私を呼ぶな。いいのかそんな口聞いて。そいつはあんたが使えるお嬢様なんだぜ。お嬢様、おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろ。あんたは桐生さんだったっけ？悪いけど今起きてること街で言いふらさないでな。どうせ誰も信じちゃくれないだろうけど。和夫君、なんでそんなに余裕なの？私たちとんでもないことになってるんだよ。見えすいた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。わかったよ。じゃあ、和美も一緒に。なりません。え、でも村中。前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良をお屋敷には入れられません。たく、頭の固い執事だね。けど、どうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るにはせめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから。行きますよ、お嬢様。和美、大丈夫だ。すぐに迎え起こすからな。
鍵がかかってるな。あ、桐生の兄貴。あの、昨日は助けていただいてほんまにありがとうございました。うち桐生さんのファンになってしもうたけん。ああ、そうか。お前はええんじゃ向こう行っとけや。なんよ、もう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人物線なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ客も寄りつかんです。その松永は奥におります。どうぞ。大和じゃ。世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんたそういうのが好きなんだな。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。昨夜はあんたの店で暴れて悪かったな、松永。わしらを助けるためでしょう。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけどあんまり慣れ慣れしゅうされんのは迷惑ですけ。わしは南雲の頭水戸にコロコロ態度は変えれん。ふん、そうか。松永の兄貴。は？なんじゃ言うた。どうかしたんか。昨夜ここで暴れてた客、造船所の奴ら。おう、それがなんじゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭？ほいたら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった松添も腰銀着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか。ええ。それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどな。これはわしがインコでも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が。だって昨夜客を殴ったんは。バカだれ。ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。桐生さんを責めるのは筋が違うとる。ほいでも桐生さんはそのよそから来た人ですけ。桐生さんに頭下げてもらえば。そがあのみっともないまでできるか。あ？わしはの弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ。その前に一つ聞きて。なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそもんには分かんねえ事情があるんです。ここは岩見造船の城下町っすから。岩見造船。昨夜の酔っ払いにそこの造船所のもんもおったんです。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ。
特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっとります。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ、キルさんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。ほいじゃ。松永一人でカッコつけんな。俺も行く。雄太、田頭、お前らキルさんを店から出さんようにしとけや。え、でも兄貴分の命令じゃ。二度は言わんぞ。松永の兄貴の言いつけですけ、キルさん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まれてくださいよ、キルさん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。昨夜の喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃない。ただ殴られてただけのチンピラ下がってる。なんじゃとこの野郎。どけ。急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソヤシ。くれ。あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でもつめんのか。陽明連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極道牛耳ってんだ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしらは会うたばっかりじゃろうが。それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥かのことで俺に隠していることがあるよな。な、何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしようってんじゃない。お
よく言うよ。あんただったら俺らから力ずくで聞き出すことだってできんだろう。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって。本当によ。何なんだあの人は。やっと出てきよった。探しとったんだい。気流。マス添えか。昨夜の借りを返すどこら。じゃが、我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があるのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。道を開けろ。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえ奴は道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃのう。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。Oh, my God.